ビートークでございます。あのですね、つい先日の話なんですけれども、僕今まで、家にある洗濯機使っている時に洗剤をね、液体用洗剤を使ってたんですよ、あるじゃないですか、そんでこの間その液体洗剤がなくなって、で、どうしようかなと思った時に、もう昔いただいた粉洗剤があったんですよ、この四角い、粉石鹸、粉洗剤があったんで、それを使おうと思ったんですよ。で、蓋をパカッて開けたらスプーンが入ってなかったんですよね。軽量スプーン、軽量スプーンが、だから、あ、別になんだと思って、スプーン思って僕はその粉洗剤を袋をピリッて破いて、もう目検討とか、もう自分のさじ加減ですよ、さじ加減でパパパパパパパっていて、こんなもんかな、もうちょっといるかなみたいな感じで使ってたんですよ。それでもう結構使いましたよ、何回かね。それで使ってた時、ある日軽量スプーン出てきたんですよ、その粉の中から。そこの方にあったわけね。埋もれてたんですよ。埋もれてたのね。そこの方とまではいかないですけど、半分まではいかないぐらいなんですけど、いきなりなんか緑の出てきて、あ、入ってたんかいと思っていや、入ってたんかいと思って、まあ、なんと言おうかなって今思ったけどさ、入ってるよ普通入ってるよこれね。いや、だからもう初め鼻から入ってるって、もう分かってる人は分かってるのかもしれないですけど、僕は初めて使ったから分からなかったんですよ、でもあまりにもちょっとなんかびっくりしたというか、僕ツイッターにこれを上げたんですよね、写真入りで。それでそのね、傾けてさじ加減って入れてて、それでスプーン出てきたよって上げたら、結構これに反応してる方が多く来て、例えば私も同じ経験ありますと、で、私の場合はそのプロテインを飲むのに粉でなんかその入れてたら、途中で下の方から軽量スプーン出てきましたとかあったんですよ。だから、そのね、同じ経験というか、僕なんてもう入ってないんだともう思い込んでたからいや、いかに長谷川さんが粉石鹸というか、ね、洗剤を使ったことがないかっていうのがよくわかる話だよね。ただね、昔、本当の昔に、その先生はわかってると思いますけど、今でこんなちっちゃい粉洗剤じゃないですか。昔でっかい体ぐらいの大きさの粉洗剤、すごいでかかったですよ、あったじゃないですか、あれってそのなんていうんですか、手で入れてましたよね、スプーンなんてないというか、多分そうだろうねっていうイメージがあったから、はい、そうです、そうです。でかかったのは、今ほど、性能が良くないというか、やっぱり量をかなり入れるものだったんですよ。で、どんどんこう改善されていって、少ない量でも洗える、落ちるっていうふうになっていって、箱がどんどん小さくなっていって、今でこそ本当スプーン一杯とかね。そうなんです。昔はもうザバザバ入れるみたいなのがあったし、で、分かんなくて入れすぎてダマになってて、溶けきらないやつが残ってたりとかさ、あったんだよね。なるほどね。で、その頃ね、でも金銀パールプレゼントって知ってる？ああ、聞いたことあります。それ洗剤ですか？洗剤です。洗剤の中に何個かに1個パールが入ってますよみたいな、真珠入ってますよとかね、金とか銀とか、アクセサリーが入ってますよっていうプレゼントがあったんですよ。今その、軽量スプーンが出たっていう話の時に、なんかパール出たみたいな、そのイメージかなっていうふうに思った。いや、それこそそのパールはその粉の中に入ってるんですよ。そうです、そうです、そうです。もちろんこうビニールのこんな袋というか、こんなのに入ってると思うんだけれども、俺当たったことないから分かんないんだけど、洗剤こう入れてたら、そのポコってその洗濯物の上に出てくるってことですよね。そうだって、丸のまんまパール入ってたら分かんないで洗濯しちゃうよね。あった、金銀パール、金銀パールプレゼントって知ってる人は知ってると思いますけど昔あったんですよ。それで僕はその洗剤、スプーン中に埋もれてたじゃないですか、で、僕はふと思って、これってみんなどうやって出してるのかなと思ったんですよ。確かに。ほんで指でほじって掘って出してるのかなとか、でもそう、確かに箸でも何でもこう使ってさ、こうやってみて、あ、これかってこう出すんじゃないの。いや、それをね、僕はそのツイッターに上げた時にその聞いたんですよ、これどうやって出してんのみんなと、そしたら、ね、その洗剤をこう逆さにしたりとか斜めにしたりとかして、こうやって揺らして上にするようにして出してるっていう。ああ、賢いね、それね。で、聞いて、あ、なるほどなと、ね、指でやって一回洗剤ついて、それ一回洗わなくちゃならないとかじゃなくて、あ、そういう風にみんなやってるのかと思って初めて知って。なんか科学技術館とか行くとさ、なんだっけ、地震の液状化現象みたいなのを実験するみたいなのがあって、砂にこう埋もれてるやつをやっぱこう振動とか与えると、こう浮いてくるとかさ、逆にこう沈んでいくとか、いろん
んなのがあったりするので、うん、確かにこうやって揺さぶってると出るっていうのはあるかもしれないね。うーん、勉強になったという。いやいやいや、そういう問題じゃないと思うけど。いや勉強になりましたよ。なるほどなと思って。はい、なるほどな、粉の中に入ってるか。あの昔そのコーンフレークというか、はい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 、ケロッグにおまけ入ってて、うん、ありましたね。あのプラモデルというも言えないようなこんななんか、そうそう、パコってはめるようなこんな人形みたいなやつあったよね。そう、それがそのケロッグのお菓子の中に入ってたんですよね。そうですそうですそうです、そうです、ありましたよね。ありました。ちっちゃい人形の先っちょに重りみたいのついてて、こうテーブルの上とかに置いたらその重りをやったらちょこ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 って歩くような。知ってる。ありましたよね。あのね、あれ火星人とかって名前じゃなかった。いや名前までは分かんない。こんな2人ぐらいこう繋がってさ、テテテテテテ歩くやつ。ああ、あったかもしれない。あった。先生今日金銀パールプレゼントとかそのね、このおもちゃの話とかちょっと世代がかなりその分かる。誰もついてきてないと思うんだけどさ。すいません、おじさんのやってる番組なんでしょうがないんだこれ。すいません、本当に懐かしい話にね。まあまあまあ、もしあのまだ持ってる人がいたら、あの写真アップしてください。それ見たいっすね。見たいよね。あったよね。欲しいな。あれ、高々歩くやつ、ね。ないでしょ、今。まあまあ。あればぜひ、はい、長谷川さんが欲しがってます。お待ちしてます。はい、以上です。